ペンシルバニア鉄道の S2 型は蒸気タービン機関車だった。一両が製造され、1944年に6200が納入された。S2 は唯一の6車輪の先代車、8車輪の動輪と6車輪の受代車を備えたホワイト式車輪配置で6から8から6の車輪配置だった。S2 は直接駆動式蒸気タービンタービンは原則機で中央部の2軸を駆動して、 外部の二軸は連接棒によって駆動された。タービンの欠点は機関車の全体の速度を超過して最適な速度でタービンを運転することができなかったことである。S2 はこれまでに製造された最大の直接駆動式のタービン機関車の設計だった。機関車は元は4から8から4の車輪配置で製造される予定だったが、戦時下での軽量な合金鋼の使用が制限。 されており、重量の増加により、軸重を抑えるために、それぞれ6車輪の先代車と受代車が必要だった。2機のタービンが装備され、1機は前進用で、小型の方は後退用で、速度は22マイルパーアワーまでだった。ーラージボイラーウィズ、ーベルペア式化室を備えた大型のボイラーと長い燃焼室が備えられた。タービンの排気は配管で、 煙室内の4機のノズルへ導かれ、既存の特有のヨエスタックを介して、早期をもたらした。ウォーシントン式吸水加熱器が効率を高める目的で搭載された。2機の空気ポンプが列車の制動のために、渡り板の下の煙室の全付近に備えられ、大型の放熱器が圧縮空気を冷却する目的で全部に備えられた。 ペンシルバニア鉄道の他の大型の旅客用蒸気、機関車である T1 と S1 で使用された形式と類似の16車輪の淡水車が備えられた。機関車はより高出力で高容量で出力に余力があり、燃費が妥当だった。タービン駆動は軌道に優しく、より高出力を基とした。経済速度では良好だったものの、機関車は低速では非経済的だった。 タービンは従来の機関車よりも蒸気の使用量は少なかったが30マイルパワー以上の速度では蒸気と燃料の消費が大幅に超過した。ボイラーは通常は310 p シで運転されたが低速時には圧力は85 p シまで下げた。低速時の燃料の消費が増え、過失の温度が加熱して煙室の固体ボルトの破損を誘引する場合があった。 機関車の問題点と優位性は、新興のディーゼル機関車の確保により、6200は決して重複しなかった。機関車は1949年に運行を外れ、1953年に解体された。ありがとうございます。